こんにちは。修士なのに毎日投稿しているシュウマイです。今回は宮城県にある絶景スポット蔵王の釜を紹介します。日本有数の火口湖に興味がある方はぜひご覧ください。お釜は山形県と宮城県の県境にあります。太陽の当たり方によって色が異なった絶景が見られるらしいので楽しみにしていました。有料道路の先にある駐車場から徒歩2分で展望台に到着です。あれ、何これ。という感じで天気ガチャを引き当てないと散々な目に遭う観光地です。そんなことよりも風がマジで強いです。避難指示を出さなくてもいいのかなと疑うようなレベル。温泉に入っていなかったら凍えていたと思います。1階から入ってきた風によって2階のドアが動くレベルの強風です。神奈川県の箱根、静岡県の寸又峡に続く3つ目の因縁の場所になりました。皆さんも天気ガチャを当ててぜひ絶景を拝んでくださいね。紹介は以上です。このチャンネルでは毎日観光スポットを紹介しています。よければご覧ください。以上、ご視聴ありがとうございました。